四軸って心です。本日は2024年6月の、9日ですね。もう17時、18時ぐらいかな。17時25分でした。はい、ここはですね、大分県大分市、鶴崎です。目の前は鶴崎駅ですね。おとといじゃないよ、昨日からですね、大分に来ております。まあ、昨夜は、宮古町で、爆発というか、暴発というか、しました。昔の仲間がね、集合をいたしましたので、かんな ですね。ちょっと曇るんでね、開けましたが。まあ、全員、すいませんね、揺れて。全員大分の人じゃないという、どうなんやみたいな。まあ、お一人だけね、大分の人じゃないといっても元大分の人っていうことで、まあ、そのお仲間もね、昨日は駆けつけてくださいまして、非常に楽しかったなと。まあ、昨日は大分駅前でしたが、今日は鶴崎ですね。正面は住友化学ですね。この別府湾の方からっていうか、別府の方から見たときに見える工場群のうちの一つということになりますが、このやっぱりね、煙突からもくもく煙が上がったりとかっていうような姿、TOS のね、昔の TOS のクロージングの、画像をね、思い出したりとかしますけど、いや、やっぱりね、大分ってそういうとこだと思うんですよね。商業地域でもあるけど、やっぱりこういう工場のね、地域でもあると。まあ、今日はこの煙突を見て眠るわけですよ。そしてですね、西の関、ワンカップ買っちゃいました。それと国道197号線も広げる感じですね。鶴崎駅前から大洲方面に向かっては、まあ、鶴崎橋までですけどね、4車線になってるんですけど、このもう、一橋のところで2車線になるから、要は大分方面から来てると、一橋のところでね、2車線になって、で、鶴崎駅前までずっと2車線なんで、多分もう混むんでしょうね。まあ、そりゃそうですね。まあ、広げるようなことになってて、すっごいなって思って。なんか昔、なんかね、友達に連れて行かれた居酒屋ももうなくなってるし、別に関アジとかじゃなかったんでしょうけどね、アジの 焼き魚が美味しかったなっていうのをすごく覚えてますが。あ、どうもすいません、西の関ね。あ、ベッドの上に座ってるんで、ちょっと。このデザイン、昔からこのデザインだったかな、西の関はね。だったような気もする。これね、ワンカップの瓶とか捨てなかったんですね、大洲に住んでた時。で、あれで、普通のコップとして使ったりとかね。いや、普通のコップかグラスはね、横マンホームワイドで買って持ってたんですけど、横マンで。なんだけど、結構ね、ワンカップもいろんなデザインがあって、好きだったんですよね。
やー、しかし実際来て夜を過ごすと何喋っていいのかよく分かんない 来る前はね、あれ喋ろうとかこれ喋ろうとか思ってたんですけど、実際に撮影してみるとなかなか、まあ、なんかね、このもう大分に来てると、もうそれがなんか普通のような感覚になるんですよ。あの頃のことがね、明日帰んないといけないのに。でね、この撮り始めの時にね、ちょうど鶴崎駅も交換をしてたんですけどね、なかなかカメラが起動しなくて、あららみたいな。これは携帯電話でね、撮影をしてます。ビデオカメラもあるんですけど、まあ、ビデオカメラはまあね、すぐ配信できないからって思って。あんまりここでね、撮ってるとね、都町に行けないんで、いや、今日も都町に行こうかなと。ちょっとこの西の席を飲んでね。うまいな。昨夜のお酒も西の席だったのかな。なんか味が似てるぞ。しかし、まあ、見てくださってる皆さん、本当ね、ありがとうございます。皆さんのおかげで続けることもできてるんですけれど、また今年もね、こうやって大分に来ることができました。で、明日は最後、独り言をね、撮影してから帰ろうかなと思います。今日は天気悪かったんですよ、大分地方ね、朝から雨で。ちょっとね、大洗まで行って独り言をするような元気も、まあ、ないわけじゃないんですけど、まあ、神栖へね、行ってまいりましたので、まあ、それはまあ、また編集してお届けしようかなとは思いますけど、どうなんでしょうね。大分県在住の方で私のチャンネルを見てくださってる方とかっているんですかね。いらっしゃるんですかね。よくわかんないです。踏切の警報とホームの、JR 九州のね、これは通過するのかな、この音は。通過っぽいぞ。いや、違うな。ああ、でも特急ですね。もう向こう、あ、こっち見とる人がおる。何しにあいつって思ってるかも。向こうの人も撮ってたら面白いのにな。あ、ホテルから撮ってる人がいますとかやって。1、2、3、4、5、6、7両編成か。個人的な意見としては4両編成ぐらいでもいいんじゃないかなって思うんですけど、やっぱり便数はそんなに多くないけど、7両編成で走らせた方がいいんですかね。そこら辺はちょっとわかんない。超スーパーウルトラ昔の話をすると、大体ね、3両編成とか4両編成だったんですよ、特急が。信じられんでしょ？でも実際そうだったんですよね。もちろん5両編成、6両編成、まあ、7両編成はあったかどうかあんまり記憶ないけど、大体5とか6とかもあるんだけど、なんか時間帯なのかな？ 3 両で運転してて。で、季節柄乗る人が多いんじゃないかいう時は、なんか3両2個で6両にしたりとかね。だからレギュラーサイズが3両っていう感じでしたね。これここに泊まるべきで泊まったのか、信号停車なのか、ちょっと確かめる術もなくあれですけど、いや、でも大洗とか鶴崎もね、バンバン泊まればいいんですよ。特急ももう昔じゃないんだから。で、鶴崎だって昔の鶴崎市のね、この鶴崎駅のあたりは中心地なんですからね。
ああ、グリーン席っていうのあんまり乗ってなかったね。あのクレーンは大宰府とのクレーンかな。あ、日吉丸行くの忘れたな。もういい、来年だ。来年はちょっとね、レンタカーでも借りてみようかなって思いますよ。ちょっと呑み鉄ができないけど、そんなことすると。まあ、車で来るとちょっとね、絶対に一泊しないといけないし。車でね、まあ、何回か来ましたけど、疲れる。来て宿泊して、まあ帰るとかだったら宿泊、まあそうか、宿泊料金入れても、そうそう、だから車で来て宿泊して帰るのと、特急を使って、まあ、JR でね、往復するのが大体費用が似たようなもんなんで、まあどっちがいい悪いはないけど、ただ車だと時間がかかるんでね、本当もはっきり言って、お昼ぐらいにはもう出ないと。お昼ぐらいに出て着くの夕方ですよ。5時、6時。ただのドライブ旅行になってしまいますんでね。この大分、大洗を楽しむためにはやっぱり JR が必須かなと思うわけですね。来年も宿泊しようかな。ああ、なんか、毎日、まあ、この位置からは毎日見ないけど、毎日ね。毎日のように、毎日じゃないな、毎日のようにこう、やっぱり大洗のアパートからもね、なんとなく見えるんですよ、あのクレーンみたいなのがね。今は高い、背の高い建物がたくさんできたんで、見えないと思うんですけどね。ものすごいなんかそんなことも思い出したりとかして、なんか特別な気持ちに。で、大洗駅前のね、ホテルも良かったんですけど、ちょっともう空いてなくてね。またそこは考えながら宿泊を予約しようかなと言ったところです。いや、本当に独り言ですね、こりゃ。ということで、坂の市、佐伯方面行きの発車を待たずして、この動画はここまでといたします。ご視聴ありがとうございました。ね、やってまいりましたよ。佐伯方面行きは特急と普通と両方ね、両方と交換をしたんですね。はいはい。肘かな、あれは。見えんわ。行ってらっしゃい。大分方面。以上です。さよなら。